さあ討伐のお時間でございます。ラクスティ観光ツアーやっていこうかということで、今回ね持っている武器をご覧いただいたらさあ分かる、お分かりの通りで、さあこいつを持ってしてですねゴキブリ退治といきましょうか。まあ、前回まではね、まあ、余裕のあったプレイをたくさんお見せしたんですけれども、まあ、武器に関してはね、もうここのこれだけね、なんかボッコボコのねものを持ってたらさすがに勝てるんじゃなかろうかっていう、まあ、淡い期待を持っているんだけど、もし無理だったらごめんなっちゃいということでございます。はい、まあ、第一戦はねこんな感じに向かっていこうかなというふうに思っているんですが、 PK でお伏せサビとかしていきながらね、まあ、いろいろとね、本来はねゆっくりとね、あの戦いながらね、敵のねところね、あ、敵というかは、まあ、ほい来たろうのね、あの観察をしていきたいななんて思ったりもしたんですけれども、まあちょっとね、僕ね、まあプレイが下手くそだっていうことと、あとやっぱりね、なんだかんだでもう拾う余裕がないよね帰り道にすげえこじ開けた跡があんな。これあれなのかな、本人が開けた跡なのかな。としたらすごいよねこれね。だってどう考えてもその UBCS の隊員とかがやっていくような感じではなさそうだもんね。うん、まあ強引とはこのことだっていうことで、チロ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 チン、オッケー。あ、チンは別にあの決してエロい意味のチンという意味では言ったのではないので、よろしくですね。チンは、やっぱり2回連続で言うと、まあ、エロい意味に聞こえてしまうかもしれないですけど、決して私そういう意図があって、申し上げたものではありませんので、はい、そこはお許しください。ウィリアム・バーキン、これベン・ウォーレスかな、はい、なんかベン、ドル、ベン、なんとかビッチじゃなかったっけ、あれ、これ、BE ってなんだよ。ありがとう、うちの会社は合衆国で一番の金持ちだからね。ベンフォード、え、あ、でも、あれはアダム・ベンフォードだもんな。BE。ん？で、テスラ。テスラの前身みたいな。で、ここでネメシスが作られていたっていうことなのかな。で、海岸。ドゥンドゥンドゥ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 ン。これね、下手に打っちゃったね。出たプロテイン。ここにもあんな、プロテイン。ね。で、いろいろとこう、あったりとかするんだけど、こっちの方行って、こっちで。ここで肉片がいっぱいあるんだもんな。てか、なぜゴーグルがあるんだ？ゴーグルが存在する意味がちょっとよくわかんないね。うん。まあ、いろいろとね、ここ眩しいとか、ここの電源は切れてないんだよね。不思議な話だよね。バイオレストラン。レストラン強化火薬。あ、ここにあっても仕方がないということなんで、こっちで行きましょうか。ということで。綺麗になっちゃう。これ以上女子大生を綺麗にしてどうするんだねって、アンブレラ、ちょっと前にね、車を売るなりっていうのがあったりもしたけどね。安く買い叩かれてて、でもさ、あれって結局どこのディーラーもやってんじゃねえのとかって思ったりするけどね。おい来てる、おい来てる、なんだ伊藤さん、私猫まんまねえっていう状態だよね。いやすごいな。これに関してはなんだったっけ、 あいつみたい、あのリベレーションズに出てくるさ、あの、なんか、ドラギッツだって、なんか、ね、あの、カッチカチになってた。うわー、なんかいろいろあるな。いろいろあるんだけど。で、ほんでからに、いろいろアイテムが、これは、あー、なるほどね。じゃあ、そうなるくらいだったら、そうなるくらいだったら、こいつを預けてしまって、で、こいつ拾って、で、こっちも、拾っておいて、合体。で、合体させて、いやー、こんだけあっちゃ勝てんでしょうよ。ねえ、もう燃やし尽くしましょうよ。おむつは消毒をしてね、で、研究記録か。なんだ。639。636なら知ってるけどな。うん。ちょっとボリュームの多い。あ、使えないな。あー、目の前にあるのになんで開かないんだ。そしてもっとおかしいのは、なんでレオン編の時はこれがオープンセサミされているんだ。あ、ウロボロス。これって、まさか。嘘、やった、そんな大切なものをこれ、ね、いつどうなるかもわからない娘に預けているという研究とはというのも、もう恐ろしくガバガバな状態になっているということがするんだけどね。はい、シェリーに届けなきゃ。そんなことをね、あの、まあ、ケチくさいこと言わないで、こっちの方向かっていきましょう。ということで、オープン。じゃあ、お帰りもす。で、ちょっと待ってね。ここをさ、ちらっと見たら、実はみたいなね。これ、下下がると、あれない、あれ、ここの研究エリアの地図ってなかったっけ、ここはねえのか、あれ地図違う、ラボラトリー研究所、こっちの方を見るとなんかお魚さんとか、あー、全部ぶち散らかされてるんだ。多分あれだな、あの
餌になっちゃったんだな。うん、何の面白みもないコメントだけど、ちょっと待って、ここであれか。はい、ここなんでこんなガッシャになってんだ。これあれだよね、全部差し込んでるからレールガンでシュッバーンって撃てるんじゃないかと思ったりもするけど、まあそんなことは気にしつつ、じゃあ戻りはしよっか。じゃあね、地図がなかった。落ちてきた。元気っつー、なんでお前が生きてるんだねー。ということで、まあ硫酸弾が弱いみたいだから硫酸ぶち込みまくってあげましょうか。差し上げましょうってことで、後ろから来て、お前は一体どうやって入ってきたの。お前ピザばっか食ってさ、炭水化物と糖質のさ、塊ばっか食ってからこんな状態になっちゃうんだよね。ねえ、こんなの一発でやられるわけないじゃん。こんな硫酸の一発でやられるくらいだったら G の研究って一体何なのくらいの状態になってるっていうねんって話だからね、本当に。まあでも多分あれだよ、今進化する途中だったから一体一発でね、なんとかなったっていう話なんだけど、うん、私の夫よ、ナウ夫だったじゃなくてナウでしょ。うん、まあでもね、嫁さんじゃなくて娘に灰を植え付けるっていうところから、ウィリアムのね、まあ本能はそっちを選んだ。G は私の傑作なんだ。 G is my life! G is my life! 多分あれだよ、ベニスのビーチでね、大会に出たらみんなが、ふぅー叫んでくれるじゃん。そんな感じのやつになったのかな。さあ、こっちに向かって歩いて、なぜそんなことやらなかったー。行っちゃったー。ねえ。とてつもなくおばさん化してるよね、彼女に関してはね。でもどうしてもできなくて。当たり前でしょ。できなくて当たり前でしょ。こんなところでプレイをするなんて無理よ。優先してた。何でもかんでもそっちの方向に走らせるな。よく一人にできたわね、地獄のような街で。まあそんなあの子のいる世界に、まあでもね、あの子のいる世界にお目覚めなすぎノッペラボー。ああよくも私に発射してくれたなーって。だから北郎のアニメとかってちょこちょこ前にやってるのってよくわかんないんだけど、うん、なんかそのアニメがこう新しくなっていくことにつれて、猫娘だっけ、猫娘がどんどん美人化していくっていう話がなんかあって面白かったなーって。お手手が生えて、私の名前はコーリキーからカイリキーへ。さあクロスチョップを信じてみせよう。まあ、爆裂パンチ。苦しい、やめて。どうしようかな、弾いっぱいあるし。ダメよ、一発ずつ変えてみるか。うん、どうせ一発ずつ想定していかなきゃいけないもんね。やるのは私って。実はあれ、熟女じゃなくて、おじさま好きだったのかな。え、もしかしてクレア、あなた爆発してる。油断しないで、完全に息の根を止めるまでは私を信じて。そんなことが許されるかここで決着をつけるわ。このくらいのね、スタイリッシュな女の子だったり、誰もがやっぱりみんなやる気やりたくなってるよね。ふい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 。で、反撃の隙は全く与えないように、余裕を持って皆さんに安心と安全のカプコンをお届けしたいと思います。うわっかーい、オッケー。はい、燃えてる。いいねに発で防備バイしたい。痛い、全然安心でも安全でもない。そして火が勝手に鎮火していくという優しい仕様なる。あ、バックステップ。よいしょ、燃える。あ、倒れてる。燃える。鎮火、地盤鎮火。あ、目玉に打ったらさすがにやっぱあれだな。あ、やばい、怒ってる、超怒ってる。やばいー、ぴょん。あー、やばい。やっぱあれだね、榴弾弱いのかな。おい、燃えろ。ちょっと待って、全然燃えないぞ、これ。ほら、つえーな、おめえ。燃える？燃えている。あー、怒ってる。ちょっと榴弾が余ってるから、榴弾の方をちょっと上に突っ込んでみようか。はい。やばい。まあ、あれだよね、怒り狂ってしまうと、人ってやっぱりなんか物に当たりたくなってね、人に当たるとやっぱ犯罪になっちゃうから、まあ、器物損壊罪っていうのもあるけど、予想以上、ちょっと待って、予想外のことが起こった。もっとなんか、いろいろあるかと思ったけど、待って、俺の予想ではもっとアイテムを使って、もっとギリギリの戦いをできると思ったんだけど、思いのほかやっぱ硫弾に弱かったのか、それとも硫酸なんか強すぎたのか、あれー、ちょっと待って、つまんない。いや、
ツアーガイドする人間こんなこと言っちゃダメなんだけど、つまんなかった。ちょっと待って、こんなにアイテム余ってんだけど、どうしよっかな、どうしよっかな。やっぱりじゃあ最終的にはあれかね、うん、そういうことなのかな。まあ作業用リフトが使用可能ですっていうことで、まあなんかいろいろとこうちょっと教えていただいているのはありがたいんですが、ありがたいんですが、仕方がないな。もうやられちまった。もう仕方がねえもんな。うん、アイテムパンパンやな。これじゃだってアイテム、うわー、もうなんか溶けてるし焦げてるし、かわいそうだよね。なんかもうこうなってくるとね。でも仕方ないよな。でもこれじゃアイテム拾えないし。はい、なんかごめんなさい、すいませんでした。なんか予想だにしてないくらいの状況になってしまったんだけど、まあとりあえず仕方がない。あ、ギターの食べ過ぎてお腹が痛くなっている女の子の元に、女の子かっけよ、ちょっと女の子だったね。はい、の元に、戻っていきましょうか。あ、今回は終了にならない、痛い、急いで戻らないと。はい、まあじゃあなんかちょっと全くもって噛み応えのない戦いを皆さんにお見せしてしまったので、ちょっとこのまま、あ、でもそうか、アイテムあれだね、とりあえずこれは預けとこうか。うん、で、これも1個あれば十分だから、とりあえずこうしといて、まあ、向かっていきましょう。ふい、拾って、はい。で、こっちの方向かっていきましょう。で、まあ、親子のね、再会を喜んで祝してっていうところで、うん。まあ、そんなことは。そうは問屋が下ろさねえぜっていう感じにしておきながら、今回のツアーガイドは終わりにしたいかなというふうに思います。まあなんかね、過呼吸起こしてで、なんか行っちゃってるっていうね、女子をお見せすることになるかと思うんですけど、まあそんなこともね、言いながら終わりに近づいている。さあ右に曲がろう。一度お邪魔します。ごめんね、親子水入らずのところ邪魔しに来たよ。あれ、おめめが、おい、来たろうじゃなくなってる。大丈夫？バクチンになってる。ワクチンってこんなすぐに効くもんなのかね。よかった。ね、戦いとしては多分1分半くらいで終わったと思うんで、1分半もかかってねえかもしれない。ママを助けて。うん、っていう状態だったのにね。まあ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 、あんまり細かいこと言いすぎたらね、ね、衛生教育上良くないということになってね。シェリー、はい、シェリー、具合はどう？うん、大丈夫。今なら愛しのエリーフルコーラスで歌えそう。大丈夫。何の話やねんっていう状態なんですけどね。ママこそ苦しそう。まあママこそ苦しそうって、そう、ママはね別の意味で苦しいんですよ。ちょっとね、一人でね、食べきりもしないでピザを食べ過ぎちゃってね。うん、ママ。大丈夫。Lサイズ一人で手をつけたらね、半分ぐらいしか食べられなかったのっていう状態だからね。はい。ということで、見ていくと、あ、よかったわ。よかった。もう、シェリーは助かる。だろう。じゃなくなるわ。よかったわね。あなたはただの猫娘よ。どんどん美人になっていくわ。回を重ねるごとにね。バイオシックスになる頃には、あなたはもう絶世の美女だから。よかったわって。でも、なんか、私、デスアイランドでは、ものすごく、チリリッとした女の子になっちゃったんでございます。っていう感じなんだよね。ママ、まあ、そんなところなんですよね。ほら、なんだっけ、デスアイランドでさ、一応クレアとかも出てきてさ、もうなんか最強のなんかキャラたちが出てきすぎてみたいな状態になってるけど、まあとは言いながらも、娘を連れて行って、とは言いながらもさ、ねえ、ちょっとクレアがあまりにも美人じゃなくなりすぎて、うん、ちょっとタイプ、美人かどうかでいうと、おそらく美人なんだろうけど、僕あんまりタイプじゃないっていうね、いう感じになっちゃったかなって気がするんですね。まあ相変わらずクレアとね、シェアオは美しい。ママ置いていけないっていうところなんですけど、はい、置いてかないわ。まあそんなことを言いながら、はい、無事にね、クリアすることができたんで、まあ、クリアさえできれば何のこっちゃないっていうところなんで、まあどうなってるの、やっていきましょうか。はい、装置が作動したの。というわけでね、ツアーガイドすごく中途半端な感じになってしまったんですけれども、おそらく次で最後まで向かっていくことができるんではなかろうかというところでございますので、まあなんかいろいろとね、託されたということなんですけれども、そんなもんしたこっちゃないわということでね、次やっていきましょうか。あ、そっか、どうかな。いや、ね、どうせね、エンディングが長いんですよ。エンディングが長いんで、ツアーガイドもそう、お口をパックリ開けたまんま、ママにさよなら、さよなら、さよなら、もうすぐことは白い冬、ね、シェリー、という感じなんですけどね。まあそんな、ママ、完全にこの世界は夏なんだけど、まあそれは気にしちゃダメですよということですね。急いで。さて、まあいろいろとね、本来はツアーガイドをね、自ら主体的にやっていこうと思うんですけど、なんだろう、うん、
ムービーが多すぎてあまりにもあのツアーガイドをするところがないという状態で本当に皆さん申し訳ございませんでしたということでございます。はい、まあ、そんなことを気にしなくてもね、クレアがいてくれてよかった。あら、このままよりもあなたがママになってくれた方がいいんだもん、いいわよ、私をママ、私あなたのママにしてあげるっていうところなんですけど、7歳児しか違わないということでね、これピクピクって動いたら本当のホラーだと、ピクピクって動くことはまずないので残念でしたということですね。はい、ということでマスターティープをこれ、じゃあこのままのアイテムを持っていった状態で、じゃあこっちに行きましょうか。歩けそう、シェリー歩けそう、歩ける大丈夫ということで、せかしたくはないけど行かなきゃ、まあ、もうちょっとだけ、ね、やっていきましょう。ただあのここからタイマーが、まだかまだだ、タイマー自体はまだかまだなんだけど、とりあえずピピーと押して月のここ向かっていく途中でセーブポイントがあるんで、そのセーブポイントまで向かうことができたら終わりましょうと。のんびり歩いてんじゃねえぞガーキー、こっち来いや、うら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 、そのリボンかわいいな、うん、かわいい女子をつけたらやっぱリボンかわいいな。さあ自分から手にして、お前もいずれこうなるんだぜ。さあそんなことを言いながらこっちに向かっていいでしょうとかね、すごいよね、もうこれあれだよね、完全にセンチネルを通すための穴をね、こうゴリ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 開けてるっていうね、あの2003年のマトリックスレボリューションの出てきた日みたいになってるんだね。何？親切にしてくれてありがとう。あのやばい研究所のことに触れないで普通に会話してる二人って、私もあなたに会えてよかった。もうなんだろうな、でもお礼を言うつわもの大物っていう感じしかしないよね。まあそんなことを言いながらついたということで、こっちはお見せすることができません。これ赤シロヒーローみたいなやつはなんかあの菜の花見てもキレキレキウェニングウェニングで、ここいろいろとねマイクがあったりするんですけど、ここでねシャーウトとかってするとかね、シャーウトするとねやっぱお耳が痛いってなったりとかするんですけど、まあそんなことは気にしないでということで、まあここでセーブポイントがあるので、一旦この辺りで終了させてくれると思います。これ長い廊下をねスーッとロケットランチャーが滑ってたりとかするんですけどね、はーい、まあ、スーッとロケットランチャーなんかが滑ってたりとかするね。あそこでね、ほらあそこがほらあれですよ、レオン S ケネディちゃんが戦ったりとかする場所なんですけどね、あそこの上の廊下がね、タイラとかね、あそこ超燃えてる、すでに超燃えてんだよね、ここは。はーい、じゃあちょっと待ってね、とは言いながらもいらないアイテム等々があるか、まあ、のんびり引っ張るだろう、引っ張るだろう、多分ね、まあ、このスペーッと使いたいんだけどね、まあ、でもアイテムこのくらいでいいのかな。いや、これと、こっちに変えておこうかな、こっちに変えて終わっとこうかな、うん、はい、これも整理したいからね、超整理したい。はい、まあ、じゃあ一旦ね、でもスパークショットだけは持っとくか。そうなんでね、あれが必要になってくるからな。そうなるともしかしたらこの破片シュルダーをなしにするっていうのも一つの手かもしれないね。まあいろいろちょっと、こちらの方で考えてみたいというふうに思います。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回ラストガイドお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイなら。